屋根瓦の絵を組み合わせてイラカの波を作りましょう。屋根瓦の絵は説明欄の URL からダウンロードすることができます。ここでは上質紙 110kg を使っていますが、コピー紙に印刷しても構いません。足りなくならないように大小2枚ずつ印刷しておきました。周りの余分なところを切っておきます。1枚ずつ切ってもいいのですが、同じものは2枚重ねてホッチキスで留めて作ると効率よく作業ができます。これを台紙に貼っていき、イラカの波を作ります。最初は貼らずに置いてみます。小さい屋根を遠くの方から置いていきます。屋根と屋根が重なるようにします。一番端の部分は切って使うといいでしょう。小さい屋根を置き終わったら、手前に大きい屋根を置いていきます。大きい屋根は台紙から手前にはみ出すように置きましょう。配置が決まったら、貼りやすいように台紙をずらしましょう。遠くの小さい屋根から貼っていきます。最初に貼った位置を目安に、全体のバランスを考えながら貼っていきましょう。貼り終わったら、台紙からはみ出たところを切り取ります。切りにくいときは裏返してから切るといいです。これでイラカの波が出来上がりました。鯉のぼりや菖蒲と一緒に飾ると5月らしくなります。